ヒデスのとこです。1日1負けた。なんかパワーワードだねとかっていうコメントいただきましたけど、ありがとうございます。はい、というわけで、最近マキタさんのですね、新商品の動画ばっかアップしておりましたが、どうやらですね、今日はなさそうですね。よかったですね。なしでございます。はい、というわけで、はい、皆様お待たせしました。今日紹介するのは、バーン、こちら。ロゴが反対、こちら。ザン。廃校機ファンの皆様、大変お待たせいたしました。コードレストリマー M3608DA 発売となりました。まあ、トリマーより先にですね、ルーターが、まあ、先行で販売してたんで、お、トリマーはとかっていう問い合わせ結構いただいてたんですけれども、ようやく今日、情報解禁となりまして、発表となりました。先ほど、公式動画でも、これ、上がってましたね、動画が。上がったんですけど、まあ、ちょっと見たんですけれども、ちょっとあまり詳しい内容が書いてなかったですね。なんかかっこいい声、うわーって使ってる動画ぐらいだったんで、まあ、その辺を私掘り下げておしゃべりしようかと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、じゃあまず、この品番ですね。M3608DA。おやと思った方いらっしゃいますでしょうか。僕ですね、これ3606じゃないんだって思いました。これですね、なんとトリマーなんですけれども、8ミリの軸を加えることができます。なので3608なんですね。はい。まあ、まさか8ミリ対応してきたのかと思いました。で、もちろんですね、コレットコーンだったかな、コレットチャックだったかなっていう部品が入ってますんで、6ミリの軸系のものを加えることも可能です。そして、なんとっていう言い方でいいのかな、36ボルト機で作ってきました。まあ、廃校機さんって最近、そんなパワー必要ないっしょっていう工具は、18ボルト工具で作ったじゃないですか。まあ、トリマーに関しては、36ボルト工具の方で作ってきましたんで、まあ、パワーに自信あるぜっていうところの表れなのかなと思います。で、スイッチの入れ方ですね。これ私いいなと思いました。まあ、握り方っていうのは皆さんいろいろあると思うんですけど、基本的にこのトリマーは皆さん同じ握りになると思います。このように持っていただいて、まず親指でスイッチを入れます。ピッ、光りましたね。入れたら今度こっち側見ていただくと、ここに何やら握るボタンがあるんですけど、これを、はい、OK ですね。まず親指でこの主電源って言い方でいいのかな、これを押していただいてから、パチッと押す感じなので、今主電源がオフの状態だともちろん動かないし、入れてからって感じですね。で、今わざとらしくこういう動きしましたけれども、一度このスイッチをですねピッと握ったら手を離してしまっても起動するという形です。まあ、ですので、まあ、これをねこうやって、握ったまんまこうやって作業するのって、どうしてもこの人差し指が疲れたりするんで、まあ、それがこう離しても使えるっていうのは非常にいい仕様だなと思いました。無負荷時ですね、負荷がかかってない状態の、回転数っていうのが3万回転ですね。AC100V 機、ちょっと古い機械なんですけれども、M6SB という機械、比較しても、まあ、回転数は一緒なんですけれども、まあ、カタログスペックでですね、2倍以上のハイスピード切削できますよっていうのが記載されております。まあ、こちらの、まあ、3万回転なんですけれども、スピード調整ダイヤルがついてまして、これ、スピード調整ダイヤル、これを、って感じで、スピード調整できるんですけれども、これで1万から、3万、回転で、変更することが可能です。はい、続きまして、ツインライト仕様ってことで、今、親指電源入れたんですけど、こんな感じですね。2個。結構明るいですね。いい感じの明るさで、光っております。はい、まあ、こんなんでわかんないかな。わかんないかもしれないですけど、一応、こんな明るさ。ちょっとわかりにくいですね。はい、こんな感じで、まあ、二方向から照らしますんで、非常に明るいですよって形になっております。はい、あと嬉しいのがですね、これ、囚人アダプターなんですけれども、これがですね、標準付属なんですよ。まあ、本体あって、空いてる空間はですね、ここの面だけになります。他の面っていうのは全部塞がってるんで、この空いてる面に、このようにつけてですね、まあ、囚人機をつけることができる形となってますね。こうか。こうですね。で、こうネジで止める感じなんですけど、これで今全面塞がった感じになります。
あ、これに関してはルーターにはついてなかったのにトリマーにはついてくるんですね。ねえ、ハイコークさん、ついてくるんですね。はい、じゃあですね、本体の使用、操作性についてちょっとお話ししようかと思います。ここのですね、まあ、パッチンをガチャッと解除していただくことによって、まあ、こうやって動かすことができるし、まあ、これじゃ調整できないじゃないですか。調整できないんで、ここを回していただければ、こうやって微調整で深さ調整できます。パッチンで固定できるという形ですね。ここのストロークが40ミリ、操作できます。40ミリですね。はい、で本体質量が 1.9 キロとなっております。はい、というわけで、まあ、マキタ2の方、分かりましたでしょうか。8ミリ対応、8ミリの軸径対応にしました。3万回転です。質量が 1.9 キロで、囚人アダプターもつけちゃいます。これですね、全部マキタさんと内容が一緒でしたね。まあ、相当意識したのかなと思います。はい、じゃあですね、セット内容について、まずはちょっとこちらの定価をご覧ください。バッテリー1個のこれフルセットになります。フルセットはなんだけど、ちょっとですね、本体のみとの価格差が開いてると思いませんか。これじゃあ標準付属品の方をちょっと、はい、どうぞ。なんとですね、これフルセット品にはこの豪華なシステムケースの3番、これがついてきます、フルセットだと。まあ、さらにですね、他にもいろいろとガイドなんかが入ってますんで、やっぱこれがどうしても価格差につながったのかなと思います。ただですね、この、まあ、ガイド、まあ、使う人は使うんで、こうやってフルセットにはいろいろ盛り込まれたんですけれども、いや、一切そんな使わないっしょって方がやっぱいらっしゃるようで、そういう方は本体のみを買っていただくことによって、まあ、必要最低限のアイテムで買うことができるようになってますね。はい、じゃあですね、刃の取り付けやってみましょうか。まあ、この辺はですね、なんかワンタッチでこう、パチッとかってできればいいなと思うんですけど、なかなかそうもいかないですね。ですね、ここにロックボタンがあるんで、これを押すことによって、ここの軸の回転を止めることができるんで、まあ、その状態で、刃をぶち込んで、スパナでこうやってギュッギュッって締める。まあまあ一般的なトリマーのね、刃の付け方と一緒なんですけど、一応ですね、やっぱここの口が狭いもんですから、やっぱこのスパナでですね、ここをこう締めていくっていうのはちょっとめんどくさいんで、まあ説明書通り一回取りましょう。で、この状態にしていただいて、で、まあ多少緩める。で、ちょっと待って、手袋しなくて申し訳ない。この状態で入れていただいて、まああんまりこう奥入れすぎちゃうとズボズボって入っていっちゃうんで、こんな感じ、いいとこでこう合わせてもらって、まあ、締めましょう。で締めて、このロックボタンを押しながら、ギューしてもらって、でこれで締めていただくと、うん、これで完了ですね。であとはまた、これをですね戻していただくとですね、OK。こんな感じで、取り付けになります。もうちょっとなんか、簡単なね、なんか、あれか。マキタなんかは、なんかこの辺に部品がね、最初からこう、スパナになってて、こうやって付けられるような。だこのスパナが確か入ってなかったんですよね。とかっていう感じで、結構マキタはいい感じだったんですけど、ちょっとこんな取り付け方になってます。はい、というわけで、いつも通り、ね、前段が長かったんですけれども、まあ、素人の私でこのトリマーなんかそんなね、私そんな使えないんで、いやいやいやってまた怒られそうなんですけれども、ちょっとやってきます。サクッとこれから今作業してきますんで、もしよかったらその場面を、動画にしますんで、お付き合いお願いします。どうぞ。はい、じゃあですね、ボードやってみましょう。一応さっきつけたこの刃の状態で、ちょっとビスがいっぱいあって危ないんですけど、こんな感じになってます。で、特にですね、これが今フラッシュビットとかじゃないんで、ズブズブズブって奥まで行っちゃうんで、まあ、軽くそのボードの切ってるスピードなんかを見ていただくような感じになるんですけれども、まあ、やってみましょう。
はい、ちょっとこんなんで参考になってるかわかんないですけれども、まあ使えるという、もう全然スムーズにいきますね。はい、じゃあですね、12ミリの合板ですね、ちょっとやってみましょうか。いきまーす。一番速い6のモードですね。こんな感じでした。はい、というわけでいかがだったでしょうか。配合器のコードレストリマーということで、まあお待ちいただいた方たくさんいらっしゃったんじゃないでしょうか。というわけで、今日はここまでと言いたいところなんですけれども、誰かに避けられやられちゃうと悔しいので、ちょっとさらっといきましょう。明日はですね、私これやりますから。これバン、やばくないっすか。出上がるんですよ、俺。コードレス囚人丸のこの C3605DYB、DYC、あと、なんかいろいろ出るんですけど、これ、私明日やります。ちょっと今誰かにやられると悔しいから、ここでぶち込ませていただきました。はい。明日の動画もぜひともお楽しみにしていただければいいのかなと思います。はい。というわけで、最新工具の情報をですね、まあ日々、どこにも負けないスピードでアップしようかなと思ってますんで、ぜひとも、チャンネル登録、あとは、高評価の方ですね、押していただければ非常に励みになりますので、よろしくお願いします。はい。じゃあそんなわけで、ヒデさん、どうでした？お付き合い、ありがとうございました。